皆さんこんにちは、ヤマイです。今日は最近お買い物をした中で特に気に入っている購入品を紹介してみようかなと思います。雑貨類が中心になります。まずはクリスマスの雑貨なんですけど、こちらマグネット、アンティークな感じの絵柄がねすごく可愛くて一目惚れして買っちゃいました。これね、湯沢屋で買ったんです。DIY に使う材料を買いに行った時にたまたま見つけました。それからですね、先日ジェオグラフィカさんっていうアンティーク家具とかを置いているお店に遊びに行ってきまして、ちょうどねクリスマスってことで天文学者のクリスマスっていうテーマの展示をやってたんですよ。メルキュール骨董店っていうところとコラボみたいな感じでやってたんですね。すっごく素敵でした。そちらで買ってきたものも紹介します。まずこちらスノードームなんですけど、見てめっちゃちっちゃいの、可愛くない？サンタさん、このサンタさんがねまた味わい深い顔しててね、こういう顔してんだ。それからこっちのポストカードもねアンティーク風な感じなんですけど、これも一目惚れでした。それからこちらチョコレート、これもまた缶がすごい可愛くって、猫ちゃん中身もね見てみて、すごい可愛いの、可愛い、あ、なんか懐かしいコインチョコ、これも可愛い、マドリョーシカみたい、まあ缶が可愛くて買ったんで味はどうでもいいんですけど。それからこっちも缶が可愛くて買ったんですけど、見てみてブック型なの、素敵でしょう。これはね中身紅茶、ちゃんとねほら開いた中身も可愛いんですよ。この紅茶の袋まで可愛くないですか？ちゃんとね本のページみたいな感じになってるんですよ。これも缶が目当てなので味はどうでもいいと。はい、以上が天文学者のクリスマスっていう展示で買ってきたものです。それからねジェオグラフィカさんに向かう途中でたまたま寄ったお花屋さんがですね、フラワーメッセージお花屋さん、なんか違うな、合ってる。そこでねこんな可愛い子買ってきちゃいました。可愛いでしょ、この子も一目惚れで、あ、可愛いと思って思わず手に取っちゃって、こう手のひらに置いたんですよ。そしたらもうね置いて帰れなくなった。なんか妙に愛着の湧く感触をしてて。それからこちら天使のピックなんですけど、すっごく安くなってて、ピックの部分は取っちゃってアクセサリーのパーツとかに使えるかなと思って買ってみました。あーでもドールのミニチュア小物とかもいいかもしれない。あーどうしよう迷う、あー何個か買ってくればよかった。はい、以上最近のお気に入りでした。こういった動画はあんま頻繁に出す予定はないんですけど、いい買い物ができたなって時とかはまた動画で紹介してみようかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter もやっているのでぜひぜひフォローしてください。